ミュージックミニストリーを担当します助手は佐々木です今日は聖書からミュージックミニストリー音楽奉仕特に礼拝の音楽奉仕について一緒に考えていきたいと思いますよろししくお願いいたします。 まずあの聖書からお読みしたいと思います第二歴代史の5章の12節新開訳聖書でお読みしますまた歌うたいであるレビュート全員もすなわちアサフもヘマンもエドトンも彼らの子らも彼らの兄弟たちも白マヌのを身にまといシンバル重弦のこと及び盾ごとを手にして祭壇の東側に立ち 120人の祭司たちも彼らと共にいてラッパを吹き鳴らしていたラッパを吹き鳴らす者の歌う隊いたちがまるで一人ででもあるかのように一致して歌声を響かせ主を賛美し褒めたたえたそしてラッパとシンバルとさまざまな楽器を奏でて声を上げ「主はまことに慈しみ深いその恵みは常しえまで」と主に向かって賛美したその時その宮すなわち主の宮は雲で満ちた。 祭司たちはその雲に遮られそこに立って仕えることができなかった主の栄光が神の宮に満ちたからである、えー、この第二歴代史の、えー、五章には、えー、こう不思議な光景というか素晴らしい光景といいますかそういうものが描かれています。えー、多くのの祭祭司司が集集ままりそそそししててて当然そこには祭司以外の人たちも集まってそして、えー、声を 声高らかに神様を賛美した、えー、その時に主の特別な臨在がそこにあってですね。そして祭司たちが、えー、奉仕をすることができなくなってしまった、えー、動くことができなくなってしまった、えー、そういう記述がありますあのー、現代に生きる私たちにとってこの光景は何か遠い昔の旧約聖書ならではの のよううに思ってしままかかも分かりませんが私たちが信じる神様は昔も今もそして常しえに変わることのない神様ですこの神様の臨在すさまじい臨在を求めて賛美を下げていくっていうことが私たち、えー、礼拝者クリシャンにとってすごく大切なことであるということをもう一度、えー、心に留めておきたいというふうに思いますあのー、この場所 最初の12節にまた歌うたいであるレビ人全員もレビ人は特にあのイスラエルの部族の中で、えー、特に祭寿職に就くために特別な教育を受けていわゆる今でいう英才教育ですけれども子どもの頃から鍛えられてですね特に音楽の領域賛美の領域も、えー、特別に鍛えられた。 いわゆるその英才教育で鍛え抜かれた音楽家たちであるというふうに言っても過言ではないと思いますそのレビュートが全員集まってそしてその後すなわちアサフもヘマンもエドトンもと名前が書かれていますけれどもこの名前の方々は今でいうワーシップリーダー、えー、クリス・トムリンであるとかマイケル・ダブル・スミスであるとか多分当時のこの場所において特別に 祝福されて特別に用いられたそういう優秀な有名なワーシップリーダーであると言っても過言ではないと思いますそういう人たちが集まってですねそして多くの楽器奏者たちもその周りに集まっていますその光景をちょっと頭の中でイメージしていただきたいと思いますけれどもレビュー人全員が集まってですねそしてそういう楽器を演奏する人たちが集まって。 超有名なワーシプリーダーたちが集まってですね。あの、そして、そこで、えー、これから三秒下げるという、そういう光景です。えー、壮大な感じがしますし、そして、多くの人たちがそこに、えー、神様を求めて集まってきているという、そういう状況だというふうに思います。それで、あの、キーワードがあります。ラッパを吹き鳴らすもの。 歌う歌いたちがまるで一人ででもあるかのように一致して歌声を響かせ主を賛美し褒めたたえたあの私たちが今現代の教会で主を求めてそして主の臨在を求めて賛美を下げる時にやはり私たちも心を一つにしてあたかも一人ででもあるかのように心を合わせそして心だけではなく声も合わせ 全てを合わせてですね神様だけをみんなで見つめてみんなで求めて賛美を下げるあたかも一人ででもあるかのように大勢の人がいるんですけれどもあたかも一人ででもあるかのように一致して声を響かせた時にそして高らかに賛美を下げた時に神様はこの第二歴代史の五章に書かれているようなこのすさまじい臨済を 私たちににも表ししててくれるととといいいいううことを、えー、今日信じたたいいうう思いますそして私たちがミュージックミニストリー音楽奉仕をする時にまずこの臨在を求める神様を説に求めるそしてあの私たちにとって、えー、日々の個人的な礼拝もありますし2人3人で捧げる礼拝もありますそして、えー、小さな祈祷会もある,あるかも分かりませんけれども特に主日礼拝日曜日。 愛する兄弟姉妹とともに大勢で集まってですね、そして賛美を捧げる礼拝を捧げるときにこれは私たちにとって特別な時間ですので特にそのときに愛する兄弟姉妹とともに心を合わせてあたかも一人でもあるかのように主を賛美し続けていきたいとそのように願っていますあので私たちがミュージックミニストリーを行うときに主の臨在を求める神様を求めていく そのことを、えー、もう一度、えー、覚えていきたいというふうに思います。もう一つ第二歴代史から、えー、聖書の箇所をお読みしたいというふうに思います。第二歴代史の二十九章、えー、第二歴代史の二十九章の二十五節。 さらに彼はダビデ及び王の先見者がど預言者ナタンの命令の通りにレビ人にシンバルと十言のことと盾ごとを持たせて主の宮に立たせたこの命令は主から出たものでありその預言者たちを通して与えられたものだからであるこうしてレビ人はダビデの楽器を手にし祭司はラッパを手にして立ったそこでヒゼキヤは全唱の生贄を祭壇で捧げるよう命じた 全唱の生贄を捧げ始めた時に主の歌が始まりラッパがイスラエルのダビデの楽器とともになり始めた全集団は不詳をがみ歌歌いは歌いラッパ書はラッパを吹き鳴らしたこれらは皆全唱の生贄が終わるまで続いた旧約時代のこの礼拝は生贄というものがつきものでした特にここに描かれている生贄は全唱の生贄つまり えー、その捧げる動物を完全に焼き切ってしまう完全に捧げ切ってしまうそういう生贄、えー、それを捧げている光景がこの場所に描かれていますそしてその時に私たちが興味深いのは27節そこでヒゼキヤは全生の生贄を祭壇で捧げるよう命じた全勝の生贄を捧げ始めた時に主の歌が始まりラッパーがイスラエルのダビデの楽器とともになり始めた それから二十八節の後半ですが、これらはみな全焼の生贄が終わるまで続いた。というふうに書かれています。つまり全焼の生贄、すべてを捧げきる。動物を焼き切ってしまう。そのコンプリートデリケーション。その、完全な。ええ、生贄。の、はじ、ええ、生贄を捧げ始めたその瞬間に。歌が始まって。賛美が始まって。そして、その。 生贄を捧げ終えるまでその賛美が続いたそういう光景が描かれているというふうに解釈できるのではないかというふうに思いますあの一つの動物を完全に焼き切ってしまうまで相当なこれは時間がかかると思いますバーベキューであの 肉を焼焼いいいたたととときにに完全に焼き切ってその形がなくななくるっていうことはほとんど経験したことないと思います黒焦げになってまだ形が残ってると思いますけれども前匠の生贄はそうではなくて完全に灰になってしまって消えてなくなるほどそれを遮ってしまうそういう生贄だというふうに言われています。ですのでその動物一つが完全に焼け終わるまでは相当な時間がかかったということが言えるんじゃないでしょうか。つまり 始まった生贄つまり礼拝を捧げ始めた時からその生贄を捧げ終わるその時まで、えー、かなりの長い時間賛美を捧げ続けていたそういう状況だというふうに思います。それであのこの「生贄とそと「賛美」についての記述は旧約聖書を読んでいると時々見かけますけれどもあの私たちにとっても「 この生贄ををげげるる礼拝を捧げるそれとこの賛美というのはこの歴代史のこの29章からすごく学ぶことがあるんではないかなというふうに思います。私たちにとって私たちがこの新約時代私たちにとっての生贄にえとは何かと考えた時にまず第一には私たちにとっては完全な生贄にえとして ご自身を捧げてくださったイエス・キリストですイエス・スキリストはそのご自身の命を私た,ちの私たちを罪から救い出すために完全な全唱の生贄として私たちに捧げてくださいましたそのイエス・キリストを私たちが信じた時から私たちは賛美の生活そして礼拝の生活をすることができるようになります そしてそのイエス・キリストを信じている間中この地上の人生が終わるまで私たちは歌い続けるそういう人生を歩んでいくのかなというふうに思いますイエス・キリストが私たちにとっての禅唱の生贄であるだから私たちは3秒下げるんだそしてそれだけではなくてもう一つ私たちにとってのいけ捧げていく生贄があるというふうに考えられるのではないでしょうかそれは私たち自身です 私たちはイエス・キリストを信じてイエス・キリストが私たちを罪から救い出してくださるそしてイエス・キリストが命がけで私たちを愛してくださるそれが分かった時に私たちも私たち自身をその捧げていきたいそういうふうにあの考えるようになりますそしてそう,いうそうしたいと願うようになります私たちのこのクリスチャン・ライフは私たち自身を捧げていくそういう人生じゃないかなというふうに思うんですけれども あのまあ皆さん経験があるように、えー、私たち自身を捧げたいそういうふうに願ってもなかなか捧げきれてない自分に気づかされてすごく捧げていると、えー、思っていてもあここは捧げていなかったあまだ捧げきれていない、えー、まだ自分が残っている自我が残っている、えー、自己中心の心が残っているそういうふうに思わされることは、えー、この、えー、現実の 人生を歩んででいいいる上で多いと思いますけれども私たちがイエス・キリストを信じて私たち自身をいけにとして全商の生贄として捧げていくということは私たちがイエス・キリストを信じた瞬間からこの地上の人生の終わるその時まで続く長い道のりであるということが言えるのではないでしょうか。ですから私たちがイエス・キリストを信じたその時に主脳体が始まりつまり賛美の生活が始まり。 礼拝の生活が始まりそしてそれは私たちが捧げ終わるまでつまりこの地上の人生を終えるその時まで私たちは3秒下げ続ける礼拝を下げ続けるそういう礼拝そういうクリスチャンライフであるということが言えるのではないかなというふうに思います。えつまり私たちが3秒下げるのは日曜日のその崇斐礼拝恵まれた崇斐礼拝の中だけではなくあるいは 数人のクリスチャンで集まってさあ賛美を捧げようさあ礼拝をしようと言って捧げるその時だけではなくて寝ても覚めても朝から晩まで主を礼拝するたとえそこに音楽がなかったとしても、えー、私たちは賛美のライフを送っていく、えー、そういうことが言えるのではないでしょうか日曜日だけの賛美者ではなく日曜日だけの礼拝者ではなくて、えー、24時間、えー、7日間1週間 1>, 1週間の7日間、365日、ずっと私たちは賛美の生活をしていく、えー、そういうクリスチャンライフでありたいというふうに思,思います、えー。私たちにとって、私たちが差し出す生贄にえ、私たちの生贄にえは、まず一つはイエス・キリストであり、そしてもう一つは私たち自身であるということをもう一度心に留めたいというふうに思います。そしてもう一つ、あのこの箇所からですね、すごく大切な、あの新約聖書の えー、聖書の言葉にあのたどり着くことができるというふうに思いますそれはローマ人への手紙の12章の1節ですそういうわけですから兄弟たち私たちは神の憐れみの上にあなた方にお願いしますあなた方の体を神に受け入れられる清い生きた備え物として捧げなさいそれこそあなた方の霊的な礼拝ですここにはっきりとパウロ先生が しっかりと私たちに教えてくださっていることはあなた方の体を神に受け入れられる気を生きた備え物として捧げなさいそれこそあなた方の霊的な礼拝であるあの私たち自身を神に喜ばれる捧げ物として生贄として差し出していくときにそれこそが霊的な礼拝であるつまり私たちそのこの実存現実の社会で生きているこの体 この全てを神様に喜ばれる気を生きた供え物として捧げていくそのことが霊的な礼拝であるというふうにここに描かれていますつまりあの旧約時代は動物を生贄にしましたけれども今この新約時代私たちこの全身全霊というか全てを現実のこの私たちを私たちを私を、えー、捧げていくことが真の 霊的な礼拝であるということをもう一度覚えたいというふうに思います。それともう一箇所第二歴代史からお読みしたいというふうに思います。あなた方はこのおびただしい大軍のように恐れてはならない、気落ちてはならない。この戦いはあなた方の戦いではなく、神の戦いであるから。えー、これはユダの民がユダの軍隊がですね、あのー、周りを敵の連合軍に囲まれてしまった時の。えー ことが描かれている場所です、えー、ヨシャパテオの時代にこの軍隊が周りをものすごく強い、えー、軍隊連合軍に囲まれてしまいました人間的に考えるとどうやっても勝ち目がないもう絶対絶命のピンチのその時ですその時にあのヨシャパテオは全あの 民族全体にお触れを出してですね、断食して祈ろうとそしてみんなで断食をして祈りましたそしてその時に、えー、その与えられた神様からの言葉が今読んだ言葉ですあなた方はこのおびただしい大軍の上に恐れてはならない気落ちしてはならないこの戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるから素晴らしい励ましというか 素晴らしい勝利の言葉が神様から与えられました、えー、けれどもこの時にあのそのすぐ後にですねその神様からの言葉は「これは私の戦いだから絶対勝利するから安心しろと」と落ち着けくじけてはならない気落ちしてはならない惜しくあれ勇ましくあれ。 でもその次につ続いた言葉は明日攻めていいきなさいあの人間的に見て攻めていったら負けるっていうのが分かりきってるそういう状況ですけれども神様は私の戦いだから心配せずにその敵のところに攻めていけとそういう命令を下しました。あの これはすごく私たちにとっても信仰の試される言葉じゃないかなというふうに思います神様がこれは神の戦いであるしっかりと宣言して約束してくださっているけれども明日攻めていくのは生身の我々ですその時に私たちへ信仰が試されるのではないかなというふうに思いますがこの時のヨシャパテオの周りの人たちはそこで祈って 相談して考えたんだと思いますそれでその次の日の翌日の次日日翌攻攻めめていく攻め方を決定しましまたどういうふうにしたかというと、えー、聖なる飾り物をつけた賛美の勇者たちを最前線のもう一つ前最前線の最前線に立たせてそして敵に向かって神様を賛美しながら行進をさせるそういう戦法を立てました。 あの常識的に考えるとと、えー、とんでももないいい戦法だと思いますすけれども、えー、すごい方法です、えー、この一般に賛美の勇者たちというふうに呼ばれていますけれども賛美の勇者たちを、えー、選んでそしてそれに命令を下すわけですけれども命令を受けたこの賛美の勇者たちは、えー、どういうふうに思ったでしょうか。その時の この賛美の勇者たち、最前線の最前線にで賛美をしながら攻めていくのではなく武器を持って攻めていくのではなく賛美を下げながら前進していくこの賛美の勇者たちは命令を受けた時にどういう気持ちになったでしょうかその心の動きはこの聖書には書かれていませんけれども私たちはそれを簡単に想像することができると思います。 彼らは命令を受けてその時に考えたのはこれは私たちよく霊的な戦いという言葉を口にしますけれどもこの時の戦いは私たちが普段使っている割と気軽に本当は気軽に使うべきではないと思いますが気軽に使っている霊的な戦いという戦いとは違ってマジのマジのというか戦争の真っただ中です。そして えー、聖なる飾り物美しいそして派手なきれいな飾り物をつけてその最前線の最前線を歩いていくということはしかも歌いながら歩いていくということは敵にとっては格好の標的です必ず石つぶてが飛んでくるそして弓が飛んでくる槍が飛んでくる。彼らは軍人ですからその自分の身に明日何が起こるかということは すぐに理解できたと思いますそれでもあえて彼らはその命令に従っていく彼らは命令を受けたそのし次の瞬間に覚悟を決めたと思います最前線に出ていくということは最前線のもう一つ前に出ていって聖なる飾り物をつけて賛美を下げながら行進していくということは明日はもうこの陣営に戻ってくることはないかもわからない 愛する人ともう二度とこの地上で会うことはないかもしれない。そういう決死の覚悟をして最前線に出ていったと私たちは理解することができます。彼らがすべてをかなぐり捨てて、そして決死の覚悟で本当に覚悟を決めて最前線に出ていって、そして賛美を始めたときに、 奇跡が起こりました人間的な考えではどうやっても勝ち目のない連合軍多勢に無勢相手の方が圧倒的に数が多いしかも強い軍隊が集まってできた連合軍ですけれどもその相手の連合軍が同志中ちを始めたりぐちゃぐちゃになって 敗走を始めたこちらの軍隊は最前線の最前線に聖なる飾り物をつけた人たちが3秒下げて行進しているだけけれども相手はバラバラになって逃げ始めた結果はユダのの軍隊の大勝利です相手は完全に敗退をしてしまいました私たちが ミュージックミニストリーを考える時教会の音楽奉仕を考えるときにいつもこの賛美の勇者の心覚悟を持って最前線に出るというその心を忘れてはならないというふうに思っています。先ほども言いましたけれども私たちはよく私たちは霊的な戦いの真っ只中にいるあるいは最前線にいるという言葉を簡単に口にします。 簡単に口にするその理由としては霊的な戦いというとあまり現実的な命のことであるとかそういうことに関係がないようなそういう錯覚をしてその言葉を使っているからだというふうに思いますけれども本当の意味で霊的な戦いというのは肉の死よりももっと怖い霊的な死をサタンが狙っている。 霊的にダメにしてしまうそういうところの戦いがあるということをもう一回私たちは認識する必要があるというふうに思いますあの戦争での彼らが決死の覚悟で最前線に出て行ったそれと同じよりもあるいはもっと重大な私たちは覚悟をしてその霊的な戦いの最前線に出ていく必要があるかなというふうに思います 霊的な戦いいの,の最前線はどうううところでしょうか私たちにとって重要な霊的な戦いは特に言うならば毎週日曜日に行われている手術礼拝特に恵まれた手術礼拝あまりそういう戦いがないように感じるかも分かりませんが実はサタンの狙いはそこにあるというふうに思います。 私たちが捧げる真の礼拝をどうにかして骨抜きにしてそして神様への礼拝をやめさせようサタンは虎視淡々と機械を狙っていますですから私たちは特にミュージックミニストーリーに関わる者たちはその最前線に出てその戦いの真っただ中そして敵の真正面にいるんだということをいつも覚悟してその場所に臨まなくてはいけないということを覚えていただきたいというふうに思います。 そこで覚悟はなくいい加減な気持ちでそして毎週のルーティンワークのような形で歌を歌うだけの音楽奉射になり下がってしまうとそこでの勝利は得られなくなってしまいますそして敗北した後の状態というのはとんでもない状態になってしまいます私たちはいつも用心してそして真剣に祈って6日間 一生懸命準備をしてですね、そして日曜日のその礼拝そして賛美の奉仕の最前線に立っていきたいなというふうに思っています実は恵まれた礼拝の真っ只中が一番やばい戦場であるということをもう一度確認しておきたいというふうに思います私たちはその戦場で毎週毎週それだけではなくて週の途中の祈祷会もあるいは 家庭礼拝もすべて勝利を取り続けなくてはいけません、主にあって勝利を取り続ける、そのためには私たちが賛美の勇者として覚悟を決めて最前線に乗り込んでいく、最前線で高らかに、神様だけを求めて、主だけを求めて、高らかに心を一つにして賛美を下げていく、礼拝を下げていくということを心がけていただきたいなというふうに思いますよろししくお願いいたします。 えー、もう一つミュージックミニストリーの中でですね教会の音楽奉仕を、えー、する場合にですねあの何か特別な音楽的な才能が、えー、あるとかあるいは歌がうまいとかそういうことで、えー、奉仕者を、えー、決めているような、えー 感じます当然それはあの普通に考えれば必要なことだとは思いますけれどもけれども、えー、もしそれに選ばれてない人が私は、えー、賛美の賜物がないからとか音楽の賜物がないから歌が下手だからそういう理由で、えー、ミュージックミニストリー賛美の奉仕をできないというのは僕は、えー、個人的に、えー、違うというふうに考えています。そしてあの以前 多くの教会を巡回連動させていただいたただに本当にたくさんの兄弟姉妹から私「私には賛美のた物ものが与えられていない」「音楽のた物ものが与えられていない」「歌のた物ものが与えられていない」というような言葉を聞いて少し心を痛めたことがありますけれどもその時に聖書を読んでいて一つの箇所にたどり着きそしてすごくあの メッセージをいただいたことを思い出しますそれはまあものすごく有名なタラントの例えのところです、えー、少しお読みします天の御国は下辺たちを呼んで自分の財産を預け旅に出ていく人のようです彼は各々その能力に応じて一人には5タラント一人には2タランともう一人には1タラントを渡しそれから旅に出かけた 五太郎と預かった者はすぐに行ってそれで商売をしてさらに五ランと儲けた同様に二太郎と預かった者も,もさらに二ランと儲けたところが一太郎と預かった者は出ていくと中を掘ってその主人の金を隠したさてよほど経ってからしもべたちの主人が帰ってきて彼らと生産をした、えー、そしてずっと書かれていますが五太郎と預かったしもべはえもう五ランとをえ主人のところに持ってきて。 主人から褒められました2タラントの預かったしもべも同じようにもう2タラントつまり預かったお金を倍にして主人に返して、えー、主人から褒められました1タラント預かってそれを隠してあったしもべはあのこれを主人のところに1タラントだけ持って行ってこれはあなたのお金ですよと返しますあなたは怖い人だからあの何かこのお金を なくしてしまったら困るから隠しておきました」と言ったら主人が言ったのはそしたら銀行に預けておけば利子でももらえてるんだろうというその、えー、すごいあのこう理由でですねあの当たり前の理由といえば当たり前の理由ですけれどもそれでその一ランと預かって下儀は叱られてそしてその一ランと取られてしまったという話です。 でここで、あのー、語りかけこの聖,聖書の箇所が語りかけてくださったのはあのー、どういうことかというと私たちににははタラントは既に与えられている、あのー、主人がしもべたちを呼び出して3人のしもべを呼び出しましたけれどもこの人には5タラントこの人には2タラントこの人には1タラント、えー、呼,び呼び出したしもべに対して 何も与えなかったたとということはありませんでした必ずタラントを与えているその多い少ないはありますけれども全てのしもべにタラントを預けたで預かったタラントの使い方が問題だったのではないかなというふうに思うんですあの特に私たちを呼び出してくださった私たちの主神様は私たちに 賛美をしてほしい礼拝をししししてててほほいいい礼拝そのように思思っておられると思います私たちを神様を賛美する賛美者として神様を礼拝する礼拝者として私たちを呼び出してくださいましたのでその神様が私たちに対してその賛美をするためそして礼拝をするためのタラントを預けていないわけは絶対にありません。問題はそれを預かった私たちの側にあると言ってもいいのではないでしょうか。 ご多分と預かったこの下呂兵はそのご多分とを用いて商売ビジネスをしました。ご多分とっていうのは今の日本円に直すと三億円ぐらいだというふうに言われています。ものすごい金額です。その金額を用いてビジネスをする。普通はですね、ちょっとビビると思います。けれどもこの下呂兵は。 勇気を持ってそれだけではなくてそれでビジネスをするために勇気だけではなくてビジネスの勉強もものすごくしたと思いますマーケットリサーチもしたと思いますそして何よりもビジネスをするにおいてのの玉のようになって働いいたと思います努力をして学んで努力をしてそしてその結果神様に祝福され成功してその預かったお金を倍にすることができた。元でを倍にして 返すすすととといいいいううのののはものすごいこことだというふうに思いますそのことを成し遂げたつまりその預かったものに対して必死になってその預かったものを用いていったしかもただ用いるだけではなくて勉強もするそして努力もする全て全身全霊でそれを用いていった時に神様はその人を祝福してですねそれを倍にしてくださった。 2タラント預かったも,も同じだと思います1億2億二千万円これを用いてビジネスをして成功していったけれども1タラント6千万円を預かったその彼はビビってしまって特に主人からそれをなくしてしまうと怒られるんじゃないかというそういう主人の心持ちがわからないそういうことで間違ってですね え誤解をして主人の心を誤解して恐れてですねそれを使わなかったその結果持っているものまでなくなってしまった私たちに与えられている賛美の賜物私たちに与えられている礼拝の賜物も全く同じだというふうに思います私たちが与えられていないと信じてそれを用いなければそれは取られてなくなってしまうかも分かりませんけれどもその与えられている量が多かろうが少なかろうがそれを用いて一生懸命 用いて神様を賛美し礼拝を捧げていくときにそのタラントは神様から祝福を受けて倍倍の成長していくということをぜひ覚えていただきたいなというふうに思います、えー、私たちにとってその与えられたタラントを用いてですね大胆に用いて